どうも、ジエンドウのお時間です。ご機嫌いかがですか？ベヘリットです。覇王の卵をやらせてもらってます。それにしても今日も綺麗な使徒や眷属の方がいっぱいやね。こちらからべっぴんさん、べっぴんさん、ボイド、スラン、ユービック、フェムと飛ばしてコンラとゴッドハンドやないかい。本日は多作自演でして、早速行ってまいりましょう。もしも AK がペンパルズの Tell Me Why を歌ったら、張り切ってどうぞ。聞いていただきました。いかがでございましたでしょうか。いやー、今日はベルセルクについて語らせてください。生まれて初めて漫画の単行本を集め出したのがこのベルセルクという作品でした。いきなり漫画を知って集め始めたんじゃなくて、きっかけはですね、読売テレビで深夜にやってた剣風伝記ベルセルクっていうアニメの作品からですね。そのアニメの主題歌が今回やったペンパルズの Tell Me Why という曲でした。基本戦いの漫画なんですけど、もう書き込みの量が他の漫画に比べてめちゃくちゃえげつないんですよね。それでいて読者の人生に必ず影響を与える漫画として、名台詞もたくさんありました。生まれてしまったからただ仕方なく生きる、そんな生き方俺には耐えられないとかね。残念ながら作者の三浦健太郎さんは去年の5月にですね、54歳という若さで亡くなってしまいました。生前からその緻密な書き込みとストーリーの重厚さで更新頻度があまり高くなくて、読者が生きてるうちに最終回を見れるのかっていうのも結構話題になってたんですけど、41巻がね、最終巻になってしまいましたね。
ちなみに去年東京で行われた大ベルセルク展にも、行ってまいりました。コロナ禍でちょっとどうなるかわからないんですけど、一応東京大阪と来て全国で開催される予定だったはずなので、もしねコロナが落ち着いて、開催された時お近くの方はですね、その世界観にいろんな展示物もありますので、ぜひ浸ってみてください。今回の宴が良かったらチャンネル登録と高評価お願いしますね。さもないと漏れなくにさしてもらいますんで、よろしくお願いします。それではまた。もし嫌いでなければね、このチャンネルよろしくね。開きかけたその心を掴むと決めた。